西半球安全保障研究所の文章西半球安全保障協力研究所はアメリカ陸軍の機関旧アメリカ陸軍米州学校1946年在パナマのアメリカ南方軍本部内にソアとして置かれる新米ゲリラに拷問技術尋問法などの教育を施し西半球すなわち中央アメリカ南アメリカで新米軍事政権 独裁政権と反米左翼政権の転覆を支援した。修了者たちは反米運動、レジスタンス運動の有力指導者の暗殺に関わったとされ、ソアもスクール・オブ・アッサシンと下げ済まれた。ただし、卒業後に反米路線に転じた者もいる。2001年1月、ラテンアメリカ諸国の軍幹部に訓練を施す名目でジョージア州、ホートベニングに、 移転、機関名も改められた。公式の目的は、民主主義的価値観、人権の尊重及び、アメリカ的習慣と伝統の普及であり、研修時構成は、人権、法の支配、デュープロセスをブロー、軍隊の文民統制、民主主義社会における軍隊について8時間時効する、ことになっている。なお、研究所と解消しただけで、その存在目的は、 そうは当時と全く変わっていないとされている。ありがとうございます。